その代わりいざとなったらという間よ。5、6秒でおしまい。5秒。げえ、それじゃ楽しんでる暇ないんだ。相手を自分で探せないなんてかわいそう。悪かったわね、自分で探せなくて。え、陽子はよかったね、自分で探せてさ。いや、私は自分で探せたって間違う時多いからね、誰かさんみたいに。なんか文句あるみたいね、二人とも。え、なんかその気になってきたみたい。そう、いよいよローストバージンか。複雑な気持ち。少しは親の気持ちがわかるんじゃない。いざお先に結婚となると親友でさえこれだもんね。でも私考えちゃった。猫なら結婚が済んだらまた家に帰ってくるけど、人間の女の子はそのまま行きっぱなしじゃない。私はマドンナをよそへあげちゃうなんて絶対ダメ。離さないもん。ほんでも私はマーさんと一緒になりたいの。お父さんお母さんごめんなさい。この番組は楽しい食生活と健康をお届けする雪印乳業、花王タイガー魔法瓶と御覧のスポンサーがお送りします。美味しくなるのはなぜですか。気取ってスイート。お忙しいところどうもすいません。あの実は、いや、ちょっと待ってね。ねえ、応接室空いてる？はい、空いてます。あ、はい、白さがアップ、ルピーズ。あら、お洗濯もう終わっちゃったわよって言ったら、たまには自分で洗ってみるかです。ってニュービーズは洗う力が強く、しかも一度落とした汚れは繊維に寄せ付けません。だから麺は麺のすっきりした白に、
河川は河川の鮮やかな白になるのよ。洗う力が白さでわかる。白さと香りの指一つ。タイガー沸騰100ポットに親切なマイコンがつきました。沸騰しましたよ。お湯が少なめです。お水を入れてくださいと、うっかり知らずの親切コール。おい、何か手伝おうか。親切コールに女は弱い。お湯が美味しい。マイコン、うっかり知らずの親切コール、新登場タイガーです。悪いね。いえ、今食べとかないと夕方まで体が開かないんだ。あ、はい。あ、お茶入れます。はい。あ、遅かったね。そう、あれ俺とデートしたんだよ。そう、そんなんじゃないからね。高杉、お前。うん、俺もたった今彼女の紹介でこのクラブに入会したから、皆さんよろしく。そういうことか。本当に違うんだってば。もっと分かんないだろ。今は違ってもこれから先どうなるか分かんないじゃないねえ。お二人さん、危険な匂い。さとよいの、毛並みのいい金持ちのお坊ちゃん探すって言ってたのに。何もお父さんにおねだりしてないと思うんだ。お願い、お父さん。今夜は調べ物があるから、彼のご両親に何をご馳走したらいいか、お好きなものよく聞いて、お母さんと相談してきなさい。ありがとう、お父さん。これだよね、たまんないよ。いい年こいてギンギンに突っ張るんだもんな。くださいがいけなきゃなんて言うんだ。結婚を認めてくださいとかさ。ほら、くださいじゃねえか。やっぱりなんでそう私を責めるわけ。そうじゃないけど、あまりに子供っぽいからさ、お前の親父。ちょっとナーバスになってるだけだよ。はあ、いい加減バシッと決めたいよな。俺たち時間のかかる子なんじゃ。慎重な人なんじゃね。まあそうじゃね。正彦、先方待たすわけにはいくま。学校の先生じゃから時間にはきちんとしとんなさるぞ。そうなんだ、遅れちゃやばい、絶対やばい。先に陽子さんには会うときたいけどな。そうだな。いや、今日の最大のポイントはあのお父さんだ。この際、陽子なんかどっちでもええんじゃ、おってもおらんでも。参ったな、遅れちゃった。サハラ、サハラ、果てしなく続く灼熱のストーリー。軽くてコンパクト、タイガーダブルステンボトル、サハラ。乾きを知らないサハラです。タイガーダブルステンボトル、サハラ、新登場。タイガーです。何やってるの、あなた。どこにいるの一体。あ、そう、とにかく早く帰ってらっしゃい。タクシー使うのよ、今度は。冗談じゃないよ、もう。倉敷には私も二度ほど大原美術館をぜひ見たかったもんですから。大事にしようぜ、二人で。お前を大事にするからさ。
マーサに会えてよかった。ごめん。バカ、僕ぐらいしろよ。大丈夫？大丈夫。大丈夫？あの二人大丈夫かな、結婚なんかして。何言ってた、上品にしろ、上品に。やだ、なら結婚やめた。おいおいおい、衛星作家の新人賞候補に上がったって。おいた、はい、もしもし、もしもし、勝手にしろ、婚約解消だ。このドラマの原作本、新井元子さんの結婚物語をプレゼントします。はがき この番組は楽しい食生活と健康をお届けする雪印乳業、花王タイガー魔法瓶と御覧のスポンサーがお送りしました。